はい、大問1、計算問題なので4題まとめて扱います。学長です。ここで落とすわけにはいけません。いつもより授業を多く増やすぐらいのつもりで臨みましょう。1番が四則の計算のルール。もちろん掛け算割り算が先です。 4×-3 からの計算です。8引くで、特にね、1年生2年生で計算がなかなか合わないって方、ここの引くはそのまま我慢して引くにしましょう。で、 4×-3 を考えてプラスかけるマイナスだからマイナス、マイナスがカッコがいるのでマイナスの資産12、このようにしましょう。ここのところで引く引くだから足す足すにすればいいだけの話です。これで確実性が上がります。ということで答えは20となります。2番、まずカッコを開いていきましょう。ここからですね、 7x-4、 そのまま開いていけばいいです。マイナスがかかっていくのでマイナス 2x、 マイナス1はプラス1になります。並べ替えるのはかえってリスクなのでやめておきましょう。分からなかったらドブル以降を丸で囲います。 7x とマイナス 2x で 5x、 マイナス4とプラス1でマイナス3、 5x プラス3が答えとなります。3番、割り算です。これはわざわざこのかける 6a 分の1っていうのを挟んでもいいですか？挟まなくてもいいでしょう。ただし両方とも 6a で割る、なので1が挟んで両方 6a で割るってことは分母が 6a になるので、それでやっていきましょう。まず符号を決めるというのは大事。まず 12a 事乗前割る 6a プラスアルプラスだから 6a です。符号もなく 6a 分の 12a の事乗で、まず符号を決める、これは本当大事ね。次はマイナス 18ab 割る 6a のマイナスになるよね。マイナス 18ab を 6a で割るので 6a 分の 18ab となります。で、それぞれ約分して、こちら a 個系の2が残るので 2a、こちら A が K3 になって、これっちも分子が1になってなくなるのでマイナス 3B、 2A-3B で答えになります。で、4番、平方根の問題。分母に混合があったら迷わずどんどん有理化すればいいです。かけるルート5分のルート5をかけて、分母はルート5かけるルート5。ルート5というのはもともと事乗したら5になる数なので、それを事乗することになるので5です。で、こちら5をかけるルート5、有理数と無理数、それ以上かからないでそのまま並べて5ルート5、5かけるルート5のことです。ルート5は5という意味で、こちらもルート15からルート3でルート45にしてから混合の中を簡単にしてもいいですが、まあ、丁寧にやろうというのと矛盾しているかもしれませんが、こういう考え方も早めにできておいた方がいいので、ルート15というのはルート5かけるルート3だよね。いいよね。で、ルート3かけるルート3は事乗すると3になる数がルート3なので、ルート3かけるルート3は3なので、3ルート5になります。あ、こっちもどんどん役目してよかったね。で、そうすると5ルート5マイナス3ルート5、もうあとこの形になったら、この混合は文字みたいにして扱いますので、1ルート5マイナス3ルート5、1引く3でルートがマイナス2個ということなので、答えはマイナス2ルート5となります。